こんにちは、三好です。今日はですね、とっても有益なお話をしたいと思います。どういう話かというと、自己破産しないための借金返済法と。自己破産しないための借金返済法。こういうお話をしようと思います。これですね。必ずしも私の話だと思わないでください。でもネットで得た知識だけではありません。誰の話かは置いといてですね。聞いていただければと思います。必ず今、借金に苦しんでたりですね、する方にとっては有益な情報をお届けできると思いますので、ちょっとお耳を拝借いたします。まずですね、これご覧いただいている方っておそらく借金があると思うんですね。カードローンとかですね。サラ金とかですね。サラ金っていうか消費者金融とかですね。そういうのがあるから見てるんじゃないかなと思います。私の話ではないですが、私もカードで借りてました。なんでかっていうと、さっき、ごめんなさい。さっきじゃないですね。前回に別のエピソードがあるんですけども、危ない会社の見抜き方っていう別のエピソードがあるんですけど、興味あったらそっちも見てください。夢のある事業にですね、事業をやってた会社にいて、ちょっと、なかなか給料、もらえなくてですね、苦しんだ時期がありまして、給料ない分どうするんだっていうことで、手元にクレジットカードがあったんで、キャッシングしてたんですね。で、カードが1枚だったらよかったんですが、何枚もあったもんですから、他のカードで借りてですね、返済したりとかしてたわけですね。そういうことはいけないと。いろんなネット情報とか、いろんな本に書いてます。カードで借りて、カードの返済をしてはいけない。書いてあります。追い詰められると、ついやっちゃうんですね。いけないと思います。改めないといけないと思うんですよ。これ見てるあなたもそうですよ。そもそもですね、人間というのは、自分の収入の範囲内で生活しなきゃいけないです。自分の収入の範囲内で生活しないから後で困ったことになるんですよ。だからこれ見てるんですよね。で、じゃあね、さ見てる理由はそうなんだから、話は早く行けよということになると思いますんで、話を進めますけれども。まずですね、借金があると。で、おそらく苦しんでるんですよね。苦しんでるっていうことは、まずね、毎月どのぐらいでね、暮らさなきゃいけないのかっていう金額を出す必要があるんですよ。ね。で、月々の返済額はいくらなのかとかね。これメモってくださいよ。月々の返済額はいくらなのか。ね。それと生活費。生活費は、その食費は月にいくらなのか。ね。ガス、水道、光熱費。ね。これは毎月いくらかかるのか。それと、家賃。
ね、家賃、賃貸の方は家賃ですよね。住宅ローンの方は、住宅を購入されている方は住宅ローンですよね。うん、それと、お子様がいれば、学費とか、ね。それと、その、会社行かれてるサラリーマンの方だったら、交通費とか、あるいはね、車で行ってんだったらガソリン代とか、いくらかかるか。これを毎月いくらかかるのかっていうのを出さないと、その後どうしていいかわかんないですよね。でね、借金ある人は、これ、計算できないんですよ。ね、怖くて計算できないんです。毎月来る請求書、開けたくないんです。読みたくないんです。でも、ダメですよ、それ。開けないと、開かないと、いくらかわかんないじゃないですか。毎月どういう生活をしなきゃいけないのかっていう設計ができないじゃないですか。苦しくても、それ、請求書とか、そういうの、開いてください。ね。僕の話じゃないんですけども、私も苦しかった。私も開けなかったですよ。怖くて。うわ、こんなに来てんだ、今月。ね。今月こんなに来てんだ。うわ、どうしようって言いながら、別のカードで借りて、ね。それで、支払っちゃうんですよ。その悪循環を断ち切らないとダメです。その悪循環を断ち切りましょう。ね。悪循環を断ち切るためにはどうしたらいいか。まずあなたは今働かれてるんですかね。正社員とか、比較的その、なんていうのかな。長期目の派遣社員なのか、あるいはアルバイトさんなのか、アルバイターなのか、パートさんなのか、ちょっとわかりませんけれども、とにかく、毎月こんだけは必ず入ってくるっていう金額、これを得ないとダメです。僕もですね、僕の話じゃないですけども、僕もですね、結局ネットビジネスをやってみようかなと思ったりとか、それとか、まあネットビジネスで稼げなかったんで、じゃあまあアルバイトしてみようかなとかね。40過ぎてね。あ、50過ぎてね。うん。まあ50過ぎてなかったか。まあ50前後でね。うん。で、とにかくね、低収入っていうのは、定期的に入ってくるお金ね。これは得ないとダメですよ。まあ、ご自身でね、ドカンとね、稼げる方はいいです。でも、稼げる方ってそんないないんですよね。稼げる方はそれは、何でもやればいいんですけど、まあ僕もね、そういったその、インターネットとか、いろんなあれで、その、稼げる。まあ、大体宣伝文句としては稼げるよ。月何百万だみたいな、ありますけど、それができる方はそれやってください。で、僕もその、いろんなやり方をね、例えばその、自分で事業を起こして、PPC 広告をね、出して、で、自分のサイトに呼び込んでっていうのをやりました。それで収益出ましたけれども、収益上がりましたけれども、ただね、短期でドカンと行くのはほんの一握りですね。自分がやって収益上がって、それをね、少しずつ拡大していくっていうやり方もあると思います。だけどそれは、結局、それまで溜め込んだ余裕資金がないと、すぐにね、生活できるレベルにいかない可能性がありますね。だからこれはご家族がいるんでしたら、
例えば奥様にですね、パートに出ていただいて、で、まあ、とにかく最低限の金額を得て、ネットビジネス挑戦できる環境があるんであればね、それはやられた方がいいと思うんですけども、うん、だから、まあ、それはまあ、お一人ならね、生活できる金額も、まあ、そこそこでしょうから、なんとかなるんでしょうけど、まあ、ご家族がいるんでしたら、まあ、よくよくね、お話し合いをなすった方がいいと思います。で、なかなかね、奥様が、じゃあ、ネットビジネスやってみなさいよっていうのは、まあ、相当理解のある奥様かね、あるいは、相当余裕が あるご家庭なら可能だと思いますけど、まあ、なかなかね、難しいと思いますよ。まあ、まあ、これはそれぞれのご家族のことなんで、それはお話をしてください。ただね、その月々のそのカードとか、消費者金融とかの返済額が10万超えたらちょっと厳しいんじゃないですかね。これがね、まだサラリーマンで、結構な金額を稼いでらして、まあ、10万ぐらいならね、なんとかなるよっていうことならいいんですけど、まあ、それがね、10万、11万、12万、15万、18万ってね、増えてくると、果たしてそれ、ね、サラリーマンとしてのお給料が、なんていうんですかね、50万とか70万とか80万とかあればね、それでもいけるんでしょうけど、まあ、そうじゃない方の方が多いと思います。なので、まあ、10万っていう部分をね、その10万で線引きしていいかどうかわかりませんけど、でもやっぱり2桁いったらですね、気をつけないともうすぐどんどん上がってっちゃいますからね。おそらく、また別のカードで借りて支払ってなんてことをしてたら、ほんと増えますよ。まあ、雪だるまっていうか、結局、月の売上っていうか収入がなければそうならざるを得ないんで、だからまず低収入を得ましょう。で、アルバイトもですね、例えば日給、月給みたいなですね、なんていうんですかね、月にいくら稼げるかわからないっていうアルバイトもいっぱいあります。はい。例えば警備員とかね、それとか、まあ、安いアルバイトとかね、で、まあ、アルバイトってそもそもね、アルバイト無理ですよ。50代でね、アルバイト、いや、それは食えるかもしれないけど、家族いれば難しいですね、結構ね。で、話に先に進めますけれども、まあ、そうですね。まあ、だから、まあ、例えば仮にね、あなたがその月10万以上の返済をしてるとしましょう。もうきついですよね、おそらくね。厳しいと思いますよ。厳しいっていうのは、厳しいから見てるんですよね、これね。厳しいから見てるんだと思うんですけれども。だからね、これ、まあ、ご自身でさっき言ったね、月の、生活費、返済額も含めた返済、生活費とかね、それを出してみましょうって言ったけど、出せないでしょ。いや、出せるような、その、気持ちのね、強い人なら、これね、別になんとかやっていけると思うんですよ。でも、できない場合ね、どうしたらいいか。うん。で、これはなんていうのかな。もう、法律のね、専門家に相談した方がいいです。で、僕もね、これ僕の話じゃないけど、僕もね、ごめんなさい、まあ僕の話なんですよ、結局。僕の話なんですけど、前ね、前のエピソードで話してた、その、会社の社長がね、
結局会社辞めても給料払わないんで、まあ給料なんとか取ってくれっていうことで司法書士の先生に相談してたんですね。でまあ結局まあその社長からは今もお金もらってません。うん、でまあ悔しかったんですけど、ずっと悔しい思いでね、恨み節で生きててもしょうがないんで、でまあまあでまあちょっと時はちょっと何ヶ月か経ってですね、結局生活苦しいとカードでずっと回してたと、でもやっぱりもう限界だと。もう支払う金額もね、もう結構な金額いっちゃってて、カードで借りられないという状態になった時に、もう、なんて言うんですかね、自分でも、考えられないし、考えたくないし、かといって、奥さんに相談してもね、奥さんに詰められるわけですよ、結局。ね。で、もう、そんな状態でもう、どうにもこうにも、にっちもさちもいかないと。いうことになって、それでまあようやくね、法律の専門家に相談しに行くわけですよ。で相談しに行くと、相談乗ってくれます。弁護士だとね、30分で5000円とかね、言われることもあるし、そういう相談料いらないよっていう弁護士さんいます。司法書士さんでも全然構わないと思います。で、相談乗ってくれます。で、相談乗ってくれて、で、結局あなたね、そのカード会社、ね、消費者金融、いくら借りてるんですかっていうのを聞かれて、初めて、いくらなんだろうと。いうのを、で、まあそこからあれですよ、カード会社の、その、来てるね、手紙を見て、こんだけあるんだとか、わかんなかったら、自分の持ってるカード、消費者金融でも何でもね、カード、で、電話番号書いてありますよね。電話番号書いてあるから、そこに電話して、で、私今いくら借りてんでしょうかと。聞いてください。ね。で、なんで聞いてくれくださいっていうかっていうと、いや、だから、法律の専門家もそれがわかんないと対処のしようがないんですよ。なので、それをはっきりさせて、で先生このぐらいのね私借金があるんですとでまあ、できればねだからさっき言いましたけれどもで私月々このぐらい必要なんですとそうするとじゃあ、あなた一月にいくら返済できるんですかっていう話になりますからまあ、このぐらいの金額ですねとね例えば毎月5万なら払えるような毎月3万ならいいようなのか、2万ならいいようなのか、まあ1万っていうことはどうですかね。ちょっとわかんないですけどね。これ自己破産しないためのっていう話なんで、まあ、どうなんでしょう。3万以上なんでしょうかね。まあそれは先生にご相談してください。先生がいい方法を見つけてくれると思います。で、まあ、仮にですね、じゃあ、3万とか5万毎月払えますということになった時の話ですね。そしたらこれ、債務整理と言いまして、法律の専門家がですね、先生が、カード会社に、交渉してくれます。で、交渉してくれてですね、じゃあ、その、何々カード会社には月いくら。ね。で、こっちのカード会社には月いくら。こっちのカード会社ね、月いくら。で、トータル3万になりますよねっていうようなことを交渉してくれます。だから、これね、あんまり借金が多いと債務整理という形は取れなくなります。当然のことながら借金が多いと、まあ、場合によっては、自己破産を進められることもあります。なので、これ、手遅れにならないうちに、なんか、カードの返済でね、苦しくなったって思うようになったら、
もう迷わないで相談してみたらどうですか。相談するとね、自分の頭の混乱ぶりを結局他人が、ね、先生が、いや、あなたの支払いはこうした方がいいっていうことを整理してくれるわけですよ。だから債務整理って言うんだけど、ね。整理してくれるから、あなたが頭混乱してるんだったら、もうとにかく相談してください。うん。だってそれしかないんだもん、結局。うん。自己破産したいんならね、また、まあ、ガンガン借金してもいいかもしれないけど。で、あと、まあ、先生に相談する前にね、ご家族とか、親戚とか、まあ、相談できるんなら相談した方がいいです。うん。で、相談に乗ってくれればね、それに越したことはないけれども、ただ、一つだけ言えることは、あなたがその、借金の申し込み、特にその、なんていうのかな、明るい未来ではなくて、返済を何とかするために貸してくれっていうのは、まあ、あなたの信用をかなり落とすことになります。で、これは、致し方ないことで、で、貸してくれないかもしれません。うん。相談した方が余裕がなければね、貸してくれないことだって当然あるでしょう。当たり前ですよね、それは。その相談した方が、そのされた方が、いや、貸せないのに貸しますってありえないですよね。だから、それは、それで、あの人お金ないんだ。いや、やばいな、ってことになりますよね。それは別に家族であろうが、親戚であろうが、友達だったら当然そうだし、いや、こいつに近づきたくないなと思いますよね。で、まあ、世知辛い、こういう現代ですから、まあ、家族が全くね、見向きもしないってことはないと思いますけど、ただまあ、ご家族との関係ですよね、その時にね。良好な関係であったにしても、やっぱり、うわぁ、あなたこんなことになってたの、うわぁ、困ったなぁ、みたいな話になりますよね。だからまあ、その借金のね、申し込みなんかしないに越したことはないけど、でも、相談された方がいいと思いますよ。ご家族にはね。ダメならダメでしょうがないじゃないですか。ダメ元ですよ。うん。で、それダメだったら法律の専門家相談して、ね。で、それで、なんとかしていきましょうよ。なんとかしていかなかったら他どうしようもないんだから、ね。こんないちいちね、こうですか?こう習う必要もないじゃないですか。はっきり言ってね、そんなね、数百万のね、数百万の借金でね、別にそう、命を絶つとかね、そんなこと考えない方がいいですよ。だってそんななんとかなりますもん。うん。だから、逆にね、これ、1億円だ、2億円だ、っつったらね、ちょっと、それも、まあね、返せる人もいるんでしょうけど、まあ、返せない人もいるかもしれないから、まあ、ただ、逆に言うと1億2億ね、借りられた場合、逆に、それはあなたの今までの信用があったから借りられたんであって、信用ない人はね、1000万も借りられないでしょ。逆にね。借りられるんだったらよく借りられた、みたいなことですよね。だから、まあ、ちょっと話戻しますけど、まあ、ご相談してみてください。うん。それで、あなたの、なんていうの?経済的状況を改善して、ね。それで、次のあなたの新しい未来を見つければいいじゃないですか。そう思いますよ。ええ。ですから、借金は、ね、まず、自分の月の生活費を、いくらかかるのか、見直して、ね、見直して、なおかつ、とにかく、収入が入る手段を
なんとか確保して、ね。それで、その後、まあ、ご家族に相談するのか。で、それで、解決しないんだったら、法律の専門家に相談してみる。これだけですよ。ね。そんなに思い悩むことありませんから。必ず、相談乗ってくれますんで、ね。ダメならもちろん、最後はね、自己破産っていう方法もあるかもしれないし、まあそれも最初から自己破産考えてね、バカすか借金することもないでしょう。うん、やっぱり、まっとうに生きていきましょうよ。うん。まっとうに生きてって、それで、豊かなね、あなたのその未来をね、人生を花開くね、未来をね、見つけましょうよ。ということで、まあ私の借金返済法、まあこんなお話でした。まあこの後もですね、何かこういった、あなたの役に立つ動画をお届けいたしますので、まあ引き続きよろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。